はい、どうも、ゆうねいです。なんか、やっちゃってくれてる2匹がいますね。これは動画ねブイブイが青動画でね求婚しているようでございます。ああ、逃げたみたいですね。この1分、2分ぐらい前からなんかこの動画のブイブイが、あの青動画でね、なんか熱烈なアプローチをかましてたんですが、まあさすがに種を超えた愛は実現するんでしょうかね。種を超えた恋と言うべきか。必死に追いすがってる。お前は振られたんで諦めろ。取れてますかね。お前は振られたんだよ、諦めろ。まあ、ていうかこの状況を作ってしまったのは私の責任でもあるんですよね。まあ、なんでかっていうと、ここにいる動画のブイブイのほとんどは兄弟。まあなんで、まあ若干ね、まあ動物は本能的に強い子供を残そうとしますから、まあね、そういう、まあ近親交配って言うんですけど、まあ親兄弟とね交配することを言うんですけども、まあそれを避けようとする傾向があるんですよ。まあ虫にもあるとは知りませんでしたけど、まあ確かに実際ね、動画にブイブイ同士とか青動画ね同士とかでそういうの見てないんで、今のところ。兄弟だと認識してることが、認識してるのかもしれませんね。まあとなってくるとね、まあ動画にブイブイのオスの求婚相手は、まあ必然的にその場にいる違うコガネムシになっちゃうんですよね。まあ、だからってなんで青銅金なのかというと、そもそも青銅金と銅金ブイブイは禁煙種。まあ言ってしまえば、まあ言ってしまえばどういうことになるのかな。まあ虎とライオンみたいな感じなんでしょうかね。どっちも猫科で子供を作ることができますからね。お前しつこいな。必死か。てかこの体勢は、まあやっぱいいんじゃないの。ああ。とうとう振り払われたかな。っていうか、この青銅金ってメス？まあ飼い主である私でさえオスとメスの区別がつきにくいんですけど、ああ諦めたのかな。はははうん。
まあ私にね、まあ動画を編集する能力があって、だけの技量があって、まあ吹き出しもつけられたら面白いと思うんですけども、まあね、まあ、そういう力はあいにく私にはないということでね。いやー、珍しいところ、お前らと一緒にいると本当によく撮れるな。それではまた。あ、追いかけようとしてるのかお前。さすがにそれはしつこいぞ。あ、本当に嫌われたっぽいですね。まあそこにあるゼリーでも食べなよ。まあこれで本当にね。それではまた。